よし。じゃあ、情報を整理していこう。まずは、アリバイ表の編集。これは、ワイン事件のアリバイ表を作るんだっけ？じゃあ、ザックさんから。ミカサさんの情報から、ザックさんが、応接室に入ってきたのが10時15分だった。そして、おそらくネリーさんも一緒に食堂にいたと思われる。ザックさんの食事が終わったとネリーさんが伝えたことで、執事さんが食堂にある皿の片付けを行った。その最中に、千恵子さんが扉から顔を覗かせた。まあ、実際には食堂には入っていないけれども、そこで食堂の近くに千恵子さんがいたということが確認できたから一応表に入れておこう。そして、執事さんが皿を持って台所へ戻ってきた後、ネリーさんが再び食堂へ戻ったということになる。そして、悲鳴が聞こえた。悲鳴が聞こえた後、応接室にいたミカサさんと、そしてザックさん。あとは僕と日和が食堂室へ飛び込んだ。実際に悲鳴が聞こえた時間はわからないけれども、一応仮設定ということで、この辺りに書き記しておこう。うん。今のところ書けるのはこのくらいかな。ワイン事件に関して教授に話を聞いたけれど、結局教授のアリバイはわからないままだったな。ああ、クレア先生にまだ話を聞いてなかったんだ。ちょっと聞いてこよう。クレア先生の部屋だ。クレア先生？あら、なぐむ。食堂のワインの騒ぎなんですけど、おかしな騒ぎよね。何だったのかさっぱりだわ。そうですね。もういいかしら。あ、はい。ありがとうございました。それと、なに？日和のことなんですけど、無事だと思うわよ。強いもの。日和は。ええ。もういいかしら。あ、はい。ありがとうございました。それじゃあ、どうもありがとうございました。ええ、それじゃあね。
ここは台所だ。お邪魔します。はーい。あの、招き猫がさ。ああ、兄さんの部屋の？触ったら怒られるよ。あれ、なんか依頼人さんにもらった宝物らしいから。依頼人？迷い猫の飼い主、4歳くらいの女の子やって、かわいいよね。へえ、そうだったんだ。あ、仲居がバラしたって言うたらあかんよ。二人揃ってめっさ怒られるからね。うん、わかった。ありがとう、仕事の邪魔してごめんね。もういいの？それじゃあ、お邪魔しました。はーい。部屋へ戻った。とりあえず一通り話は聞いたかな。ちょっとクレア先生があまり話をしてくれなかったのが気になるけど。はゆつく。まさかとは思うんだけど、ハユツクさんの正体って。まさかね。でもそんな気がするんだよな。演じているって思うんだ。なんでそんなことをしてるかはわからないけど、でも僕が思い浮かんでいるあの人物だと思う。そうなるとそれに関してアルも、もしかしてティーロさんも関わっているかもしれない。今はまだ推測だけど。ジョージさんの部屋に落ちていたメモ。これは多分地下1階の N 北の物置だと思う。そこから地下2階の C。 C がつくものってなんだろう。地下1階の北物置から地下2階へ何かを動かしたのか、何かがつながってるのか。
コルク。ワイン事件の現場に落ちていたコルク。これも気になるけど。食堂の像、コルクといい、その位置関係がとても気になる。像とテーブルのシミ、おそらくはそこに立っていただろう。ワイン、それらが直線上にあったような。それが何を意味するかは、はっきりとはまだ言えないけど。そんなところかな。一通り見て回ったし、休憩しよう。ちょっと疲れたな。部屋に戻って適当な時間まで休もうかな。移動は途中で自由に中断することができます。ただし一度中断した移動を再開することはできず、自動的に次の場面へ移行してしまいます。やり過ごしていることがないようにご注意ください。そろそろ一旦調査を切り上げようかな。あれ、まだ誰もいなかった。ちょっと早かったかな。どうしようかな。今から出ちゃうと入れ違いになるかも。あ、お前だけか。はい、僕も今戻ってきたところですけど。ミカサさんは無言で僕の横を通り過ぎて壁際へ歩いていった。おい、お前、この部屋、何かおかしいと思わないか？この部屋？正確に言えば、この部屋の一箇所だ。この部屋の一箇所？気づいてないか？え、それならいいんだ。はあ、僕の思ってたこととは違ったみたいだ。失礼します。丁寧なノックの音の後、執事さんが一礼しながら入ってきた。お食事の用意ができました。そうか。ミカサさんはあっさりうなずいて、さっさと食堂へ入っていく。一柳様は？あの、僕まだあんまり食欲がなくて。さようにございますか。では用意はできておりますので、いつでもいらしてください。はい、ありがとうございます。失礼いたします。
折り目正しく礼をして、執事さんも食堂へ消えた。まともに食事が喉を通ると思えないんだよな。実際、全くと言っていいほど空腹を感じない。あら、和む。あ、クレア先生、教授も。君だけかね。いえ、ミカサさんが、もう食堂にいますよ。大丈夫、ナゴム。あんまり顔色が良くないわ。あ、大丈夫です。そう？冷笑ではないかね。何にもついてないと思います。脅かさないの。災難よね。日本からわざわざ来て、こんな目に遭うなんて。いえ。うん。まあ、取り憑かれたという例は、ここではあまり聞かぬから大丈夫か。はいはい。ここにいるのは悪魔だったわね。その表現は正しくないぞ、クラリサ。何度教えてもきちんと覚えんな。一柳君は私の話をちゃんと覚えておるだろうね。確か。この城はな、初代のルロイ伯爵がとある少年を幽閉するために建てたと言われておるんだよ。幽閉？閉じ込めてたってことですか？悪魔に取り憑かれた少年が幽閉されているって。その通り。一度聞いただけの彼でも覚えているではないか。あら、だってナグムは名探偵だものね。あ、いや、それは。でもみんなにそう言ってるわよ。ザックも言ってたでしょ。イザークまでかね。え、覚えてるでしょ、ナグム。ここで話してたものね。あ、はい。そういえば、ザックさんに最初に言われたのってそれだった。ホームズなんて柄じゃないけど、おまけにワトスンいないし。そんなに悩まなくてもいいのよ。え？名探偵だからって悩んじゃいけないわけじゃないでしょ。エラリー・クイーンなんて後半は悩みっぱなしよ。あまり思い詰めないの。ええ。悩んでるポイントが微妙に違うっていうのは黙ってた方がいいのかな。言うとややこしくなりそうだ。増えてるな。あら、安行。まだ飯食ってないやつ。とっとと食え。おう、そうだった。では行こうか。ええ、じゃあいただいてくるわ。ナゴムはもう済んだの？いや、まだ。お先にどうぞ。そう？ちゃんと食べないとダメよ。はい、後でいただきます。ええ、それじゃあお先に。後で食べられるかな。おい。はい。もう一度聞くが、お前、本当に何も気づかんか？この部屋で違和感を感じたことはないか？違和感？そういえば、昨日応接室でそんな雰囲気を感じたことはあったよな。明らかにおかしいんだ。気づかんか。それは、この絵のことですか？
気がついてたか。ええ。だって、これ、恐る恐る、女性の抱きかかえてる赤ん坊を指で刺す。そうだ。そいつは俺が最初に見たときは確かにいなかった。どうも、出たり消えたりしてるようだな。そう、ですよね。昨日、応接室で感じた、得体の知れない違和感。あの時はとっさに何がおかしいのかよくわからなかったけど。ミカサさんは、まじまじと絵の中の赤ん坊を見つめながら、無言で考え込んでしまった。ミカサさんはまた、絵の方へ近寄り、しげしげ見ている。その、額縁って外れないですよね。ああ、壁に作りつけた。固定されていて外せん。つまり、絵を額縁ごと外して取り替えるのは不可能だ。そんな暇もあったとは思えないですし。同感だな。特にあの停電の時、あの間に額縁を外して取り替えて、外した方はどこかに持ち出すなど、まず不可能だ。停電の時、俺が気づいたのはあの時だ。停電前にはいた赤ん坊が、停電後明かりがついたら消えていた。勝手に消えるわけがないだろう。まさか幽霊がさらっていったわけでもあるまい。そりゃそうですね。教授ならそれで納得するんだろうか。勝手に増えるわけがないんだ。何か仕掛けがあるんだろう。仕掛け？一瞬で絵をすり替えることができるような仕掛けだ。なければ本物の心霊現象ということになるんだが。教授もなんで増えるのかわからないって言ってました。そりゃそうだろう。これは幽霊の仕業じゃない。犯人は別にいる。犯人？仕掛けがある以上、それを動かしている人間がいるはずだろうが。ミカサさん、それ誰だか分かってるんですか？確証はない。疑ってる奴ならいるがな。誰なんですか？お前が考えろ。え？それくらい自分で考えろと言ってるんだ。はい。え？なんだこの曲。どこからか音楽が聞こえる。どこだろうと思っていると、すぐ近くで盛大に扉が開く音がした。ミカサさんが素早く扉を開け、廊下に飛び出す。僕も続くと、すごい勢いで走って出る教授の姿が廊下の先に見えた。そこか！ちょっと待ちなさい、ビンス。慌てて追いかけて食堂から出てきたらしいクレア先生も走っていく。何なんだ。とりあえず僕とミカサさんも二人の後を追ってみる。ここか？アトリエですね。確かに、中からクレア先生と教授のやりとりらしき会話が漏れ聞こえる。どうかしたのかい？階段からアルと執事さんが上がってきた。アル、なんかさっき変な音楽が。待っててもしょうがない。入るぞ。
面よな。ミカサさんが扉を開け放つと、室内では霊によって目を輝かせている教授と呆れ顔のクレア先生がいた。何があったんだ？幽霊だとも。やはりこの城には幽霊がいる。一人でになる楽器。なんという王道。素晴らしい体験だ。勝手になってたのか。音楽らしいのは確かに聞こえたが。まあ、私が部屋に飛び込む直前までは確かに音楽が聞こえていたよ。しかし踏み込んでみたらもう誰もいなかったのだ。じゃあ確かに定番だな。楽器って？確かにこの部屋には楽器はあったと思うけど、これ。これ。何かな？これ。俺の小学生時代の記憶に間違いがなければだが、これは鍵盤ハーモニカというものだ。僕もそうだと思います。鍵盤ハーモニカ。アルノルド。何かな？お前は一体どんな幽霊を飼ってるんだ？なんだこの緊張感のない幽霊は。そこにバイオリンもあるんだけどね。残念ながら俺の聞いた音は弦楽器じゃなかったぞ。しかしなんでよりにもよって鍵盤ハーモニカなんだ。随分のどかな幽霊だね。あんまり怖くないですね。バイオリンとかピアノだったら泣きそうなくらい怖かっただろうけど、鍵盤ハーモニカって怖くないどころか間抜けすぎて腹が立つぞ。なんなんだ勝手になる鍵盤ハーモニカって。どこの小学校の音楽会だ。なんじゃ、賑やかじゃのう。いや、ハイエツク、お邪魔してるよ。どこに行ってたんだ、ジェイさん。少々気になったもので、宝物庫の魔法陣を見に行っておったんじゃ。何かあったかの？これが、勝手になったらしいよ。この城の幽霊は、どうやら二宮金次郎以下だという話をしていたところだ。なんでこれなのよ。興味深いな。なぜ、あえて鍵盤ハーモニカだったのか。何の曲だったんでしょう。あれはこの地方に伝わる古い歌だ。日本語で言えば、そうだな。霧と月の宴とでも言うか。何のために聞くかな。これは元からここにあったのか。いや、僕のじゃないよ。城にも多分昔からあったわけじゃないと思う。つまり、勝手になったどころか、勝手に湧いて出たんだな、こいつは。
おう、それは面妙な。嬉しいか。鍵盤ハーモニカだぞ。怪奇ではないかね。ある意味、怪奇だがな。なんだ？何集まってんだ？ああ、なんでもないわよ。後で説明してあげるから。なんだよ、それ。いいから、戻りましょう。なんだか、教授以外はみんな疲れた顔をしている。ミカサさんは妙に怒ってるけど。困ったもんだね。結局、何だったのかよくわからないまま、応接室に引き上げてきた。ハユツクさんも珍しくこちらについてきてる。幽霊が多すぎる、とでも言うのかな。残念ながら、あの話で幽霊が鳴らしたのは、至極真っ当にハープだ。そうだね。夕食はどうなさいますか？うん。私は調べ物の途中なので、できれば適当につまめるものを用意してもらえると助かるのだが。食欲のない人も多いから、その方がいいかもね。適当な時間に食べたい人は食堂に来れば食べられるように、簡単なものにしておいて。かしこまりました。では、そのように手配いたします。うん、ありがたい。では、私は部屋に戻るとしよう。僕も。あ、そうだ。ハユツク、相談したいことがあるんだけど。はいはい。では、参りましょうか。で、結局何があったんだよ。説明してくれよ。はいはい、わかったわよ。来なさい。ちょ、いて！先生、いてって！なんで耳引っ張んだって。僕も。なんかよくわからなくなってきたから、一度部屋に戻って考えをまとめよう。歩きながらもずっと考えて、いつの間にか部屋に着いていた。確証はないが疑っている相手がいる。ミカサさんはそう言ってた。あの、赤ん坊が増える絵画の仕掛けを動かしている犯人。何のためにそんなことしてるのかわからないけど、誰かいるんだろうな。ミカサさんは一体誰を疑ってるんだろう。絵画の仕掛け、どうやって動かしてるのかな。絵そのものに何かからくりがあるなら、ミカサさんなり、教授なり、誰か気づいてそうだし。僕が見た限りでも、そんな仕掛けがあるようには見えなかった。だったら、絵画を変化させるからくり自体は部屋の外にある。あの停電の時にも、絵画は変化してた。ってことは、ミカサさんが疑っているのは、あの騒ぎの時、応接室の中にいなかった人物。あの時は、ほぼ全員集まってた。いなかったのは、メイドさんや執事さん、ジョージさんか。あ、でも、アルも様子を見に部屋から出て行ったっけ。この中でミカサさんが疑っているとしたら、
そんな気がする。けど、ミカサさんが疑ってるっていうだけで、どういう理由で疑ってるのかもわからないしな。そうだ。ミカサさんに直接さっきのこと聞いてみよう。